アクシロの壁に来ました。まあ、いわゆるアクシロの壁の上ですね。高さ約500メートルの大岩壁の最上部。アクは険しいの意味で、難攻不落の城壁に例えたものでしょう。実際は弥陀ヶ原を形成した火砕流大地を約10万年の歳月をかけて称名川の流れが浸食した跡ですと。まさにこっからが殻落ちればひとたまりもない。500メートルの崖ということです。